スバル B 級スクランブラー B 級スクランブラーは富士重工業が開発したコンセプトカーである。デザインはアルファロメオから移籍したアンドレアスザッパティナスによるもの。2003年の第37回東京モーターショーにて初公開されたオープン2シーターである。オンロードラフロードを問わずオープンウェアモータリングを楽しみたいという思いを表現したという。どこか 懐かしさを感じさせるデザインであると同時に、後に、スプレッドウィングスグリルと呼ばれる特徴的な造形を組み込み、将来のスバルデザインを示唆していた。パワーユニットには、スシェブと名付けられた、ハイブリッドシステムを採用している。足回りの特徴としては、ランフラットタイヤ及びオートレベライズ機能を備えた、エアサスペンションを採用していることが挙げられる。パワーユニットには、 スシェブと呼ぶハイブリッドシステムを採用している。これは現在主流となっているモーターがエンジンをアシストするハイブリッドシステムとはコンセプトが全く異なる。スシェブでは基本的にシリーズハイブリッドであり、モーターだけでは力不足となる急加速時にエンジンがモーターをアシストする。また時速 80km 以上の速度域ではより効率の良いエンジン駆動のみで走行する。 これにより、スムーズな加速と優れた燃費性能、環境性能を実現と謳われている。システム構成は EJ20 サイチェシーエンジンの後方に発電機及びモーターとトランスミッションが融合したシステムが並んでいる。同社の通常のトランスミッション同様に、後端にはプロペラシャフトが接続され、トランスミッションケース前方側面には、 前輪用ドライブシャフトが接続され、シンメトリカルオードを実現している。なお、エンジン及びモーターの出力は下記の通りである。ありがとうございます。